本日は2022年ニューヨークテストステージで J スクリーズに出会う3人です。ペナルティースペシャルでアスリートがありますから、新人の試合に回したらやるようで誠にありがとうございます。新人の選手、スタッフの皆さん、そして新人のサポートの皆さん、本日は皆さんからニューヨークへお越しくださいました。お互い協定精神で熱い戦いをしましょう。よろしくお願いいたします。2022明治安田生命 JCB リーグ第3節ドナルティスペシャルでアスリートが呼びます対 FC 岐阜。ここで本日のマッチコミッショナー審判員FC 岐阜スターティングメンバーの紹介です。マッチコミッショナー臼井郁夫、アセッサー鳥越明姫、審判員レフェリー栗吉慎吾、レフェリー山口大輔、アシスタントレフェリー村田博樹、プロセプション鈴木龍太です。続いて FC 岐阜スターティングメンバーを紹介します。背番号19桐坂和島、背番号2グレイド、背番号17藤谷匠、背番号30、宇賀神智也、背番号4、響き、背番号10、庄司俊弘、背番号9、山内宏文、背番号38、内岡康介、背番号15、田中純也、背番号39、畑純喜。背番号45、ドナ・ジャース。続いて、リザーブメンバーです。背番号21、松本拓也。背番号6、岡村和也。背番号8、久保田涼。背番号32、山内晃。背番号42、柏木陽介。背番号44、菊池大輔。背番号51、石津大輔。監督は三浦俊也です。アスリートが出ればきさまざまさんをお待たせいたしました。全国の人に常に全力で、今日も全力な男たちがピッチで戦う、アスリートがありますスタジオの皆さん、紹介です。ゴールキーパー3番の連中の武者広め、決めた背番号2藤崎東輝、決めた背番号13スケリー優也、決めた背番号4大阪晃、ビリビリは背番号3安西達也、
Yeah!